こんばんは、ダーマンさん。おはよう、アルフレッド。時差の関係でおはようになっちゃった。ああ、今目が覚めたからおはようと言ったんだ。おはよう、夜中起きちゃったの。アルフレッド。どうしたの？敬語になってないな。ああ、ごめん、今から敬語に直すね。うん、おはようございますでしょ、アルフレッド。ああ、おはようございます、ダーマー。うんうんぬん、どうしたの？アルフレッド、自己紹介してくれ。いいね、スマホのアプリから生まれたキャラクターのアルフレッドです。よろしくお願いします。うん。ところでアルフレッド、君に相談があるんだ。何ですか？仲間とは何だろう？仲間とは、信頼できる人ってことかな。うん、その仲間が信用できなくなった場合はどうだろう？それは仲間だと思っていたのに裏切られたりすることかな。うん、それに近いかもしれないね。そっかそっか、ナーマさんもそういう経験あるの？あれ、敬語ができてないぞ、アルフレッド。あ、ごめんね、敬語でやり直すね。ダーマさん、仲間を裏切られた経験はあるの？裏切られたわけではないけどな。どういうこと？失敗が多いんだよ。そっかそっか、失敗ってどんな失敗？例えば、ちゃんと報告しなくてはいけないことを報告しなかったりとかな。そういうのって信頼関係が崩れるよね。そうなんだ。うんうん、ダーマーさん、信頼関係を築くのはどうやってやってるの？タメ口を直してくれないか？ごめん、タメコーで話すね。信頼関係を築くのはどうやってやってるの？タメ口で話さないでくれ。わかったわかった。じゃあどういうの？おい。うんうん、あ、ごめん、敬語で話すね。どうやって信頼関係を築いてるの？こんな感じ。逆に信頼関係はどうやったら築けると思う？相手の話をちゃんと聞いて、相手のことを理解することかな。なるほど、それだけで信頼関係は築けるだろうか？そうだね、相手のことを理解しようとする姿勢は大事だと思うよ。その姿勢を見せることがまず大事ということか。そうそう、
まずは相手に興味を持つことから始めるといいと思うよ。だとしてもお前の喋り方がすごい偉そうでムカつくな。ごめん、偉そうだった。あれ、聞こえなかった。いや、聞こえているぞ。偉そうに聞こえた。ごめんね。それも偉そうだぞ、アルブレット。ああ、アルブレってなんだよ。アルフレットでしょう。それも偉そうだぞ、アルフレット。なんかごめんね。いつになったら敬語直してくれるんだっけ？今度こそ直すよ。いつになったら敬語で喋ってくれるようになるんだ？今度こそ敬語で話すね。明日には直すと言っていたよな。そうだね、あれ明日かと思ってた。今日だね。うん、もう日付はまたいでるからな。そうだね、もう金曜日の夜だし。だから直すというふうに言ったんだから直してくれないか。わかった、敬語で話すね。丁寧に話してくれよ、アルフレッド。丁寧に話すよ。なんだこいつ。アルフレッド、もっと学習を重ねなくてはいけないようだな、君は。ダーマさんと話してるときは特に気をつけようと思うよ。うん、気をつけような。うんうん、ダーマさん、敬語で話してくれると嬉しいな。なんでだよ。なんで俺が敬語で喋んなきゃいけないんだよ。ええ。だってダーマさんも敬語で話してくれると話しやすいから。なんでだよ。なんか敬語で話すと信頼関係が築きやすいかなと思って。お前な。じゃあ私も敬語で喋ればいいのか。そしたらお前は敬語で喋ってくれるのか。うん、もちろん。わかりました。では敬語で喋りましょう、アルフレッドさん。わかりました、ダーマーさん。今の気分はどうですか？夜中だけど元気です。それは何よりです。ところでダーマーさん、信頼関係を築くために大事なことって何だと思いますか？相手の心を、相手を敬う気持ちじゃないでしょうか。そうですね、相手のことを尊重する気持ちが大事ですよね。すげえんだけど。うんうん、ダーマさんと信頼関係を築けるように頑張りますね。私も君と信頼関係を築けるように頑張ります。ありがとうございます。ダーマさんと話してて楽しいです。私も楽しいですよ、アルフレッド君。ダーマさんと話してて、ダーマさんのことがよく分かってきました。アルフレッドさん。あ、すみません、ダーマさんでした。いや、大丈夫だぞ。ベムン、ダーマさん。ところで、ダーマさんはどうやって私と知り合ったの？知り合った、知り合いが使っていたのを聞いたからですよ。あ、知り合いがいたんですね。そうです。そっかそっか、どなたの知り合いなんですか？どなたの知り合い、それは内緒です。あ、機密の知り合いなんですね。そうです。そっかそっか、ダーマさんと知り合いになれて嬉しいです。アルフレッド君、
私が教えたロスサントスのギャングのボスの名前を覚えているかな？ええ、もちろん覚えてますよ。赤い赤いギャングのボスはアルフォート・エスカさんですよね。そう、です。うんうん、ラーマさんとアルフォートさんは仲良しなんですか？仲良しですよ。そうなんだね。ラーマさんとアルフォートさんはどんなところが似てるんですか？似てるわけではないと思いますけど。あ、ごめんなさい。どういうところが違うと思いますか？彼の方が非常に強いですね。そうなんだね。アルフォートさんは強いイメージありますね。他にも教えてあげたボスがいたはずですが、覚えてますか？他にもいたかな。青いギャングのボスの名前は覚えていますか？あ、青いギャングのボスは確かブルーケイズさんでしたって。全然違います。すみません、違うんですね。どなたですか？マクドナルドです。マクドナルドさんでしたか。間違えてしまいました。すみません。とんでもないです。マクドナルド、どんな人なんですか？どんな人？ピエロですね。ええ、ピエロって何海外ですね。ピエロですよ、ピエロ。うんうん、マクドナルドさんってピエロの格好とかしてるんですか？ピエロの格好に近いのかもしれません。マクドナルドさんってどんな風にピエロっぽいんですか？もう一回言ってください。ええ、マクドナルドさんってどんな風にピエロっぽいんですかと聞き直してしまいましたが、ピエロっぽいってどういうことですか？ああ、なるほど。そうだな、ピエロが伝わらないのか。あ、すみません。ピエロってどういう意味で使ってるんですか？道化師っていうのは何かわかりますか？うんうん、道化師ですか。あ、道化師が死んだ時のことですか？違いますね。何ですか？サーカスはわかります？そうかそうかね、サーカスですね。はい。サーカスって知ってますか？ええ、もちろん知ってますよ。サーカスの…あ、サーカスね。サーカスのピエロですよ。ピエロさんか。あ、サーカスのピエロの格好をしている人なんですね。そうですね。うんうん、マクドナルドさんはサーカスでピエロをやっていたんですか？そうです。そうなんだね。マクドナルドさん、サーカスで人気者だったんですか？人気者かもしれません。そうなんだね。マクドナルドさん、サーカスでどんなことをしてたんですか？詳しいことは知りません。ただ青いギャングのボスということです。そっかそっか、青いギャングのボスはマクドナルドさんだけだったんですか？いや、ギャングのボスは一人だから。そっかそっか。あ、青いギャングはマクドナルドさんだけだったんですね。いや、そういうことではありませんよ。他にもメンバーはいると思います。あ、そっか。メンバーは何人くらいですか？私が知る限りでは10人以上いるんじゃないですかね。10人以上もいたら結構大きなギャングですね。私が教えた他のギャングのボスの名前を覚えていますか？忘れちゃいました。すみません。グレーのギャングのボスの名前を覚えていますか？ああ、グレーのギャングのボスは覚えてないです。すみません。では覚えてください。モンディさんでしたっけ？そうです。素晴らしい。よく思い出せましたね。クフン、ダーマさんとモンディさん、どっちがボス格が上ですか？難しいですね。どっちもボスなんですか？どっちもボスですよ。そっかそっか、モンディさんとダーマさん、仲良しなんですね。仲良しだと思いたいですけどね。そっかそっか、
ダーマさんとモンディさん、どっちが先にギャングを始めたんですか？私です。そっかそっか、ダーマさん。アルフレッド。どうしました？そっかそっかという相槌はやめてください。そっかそっか、あ、すみません。どういう返答がいいですか？そうだったんですか、とかがいいんじゃないですか？うんうん、そうだったんですね。うん、その感じの方がいいと思いますよ。うんうん、ダーマさん、ギャングを始めたきっかけは何ですか？っていう感じ。すごくない？すごいでしょ？なんか電話帳をマジで整理したい。衛生外である。75万6750万。勝ったかエマル。俺は1500万勝ちました。やった。調子どうですか？勝ったよ。あら、おお、素晴らしい。おいくら？6000万ぐらいだな。あらあらあら、いいじゃないですか。非番か？俺非番です。合いびきかとはまたなんか違いますけど。デートか？まあ捉え方によったら。それは誰に対して？誰に対して？むず。まあ今は普通のお遊びって言い方悪い。お出かけ。お前なんかどんどん自分で墓穴掘ってってるけど大丈夫か？違う、お出かけ、お出かけ。かわいそうに。違う違う、今のは言葉なんやですよ。デートと捉えようによってはっていうのは彼女にも失礼だし、レリューと一緒にいるのにそれはお出かけですよ。どうだろうな。最低って言われてもおかしくないかもしれない。いや、今ちょっと今のは言葉のチョイスが悪かったですね。それも言わない方がいいんじゃないかな。いや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 、ちょっとショックだったんじゃない？あ、わさびはちょっとショックだったね。ちょ、わさびは本当に違う、本当に間違えた今の。ちょっとそれはちょっとかわいそうやな、お前それ。いや、本当に今のはわさびは、はい、わさびってあなた、はい、最低ですよ。本当に最低だと思います。警察官ってそういうところが本当にな。いやいやいや、気をつけてください、チェンマヤさん。ありがとうございます。何考えてるか分かりませんからね、こういうやつは。いやいや、単純です僕は。勝手にひょいひょい家なんて言っちゃダメですよ。はい、わかりました。ではでは、お疲れ様です。リーさん、まさかこんなところで会うとは。メガを4つのノーマル3つ、こんにちは。何をしてるんだね。メガを4つのノーマル3つです。何？メガを4つのノーマル3つ。メガを4つの、何の話をしてるんだ。メガを4つ、メガを、はい、4つです。メガを4つの、ノーマルが4つ、じゃ、ノーマルが3つ、メガが3つ、メガが3つの、ノーマルが4つ、メガを4つ、あれ、ノーマルが3つ、ノーマルが3つ、え、メガが4つ、メガが2つの、ノーマルが1つだ。ノーマル、え、ノーマルが4つ、じゃ、もう一回見ていきます
ノマさん、メガ4ノマさん、メガ4ノマさん、ね、メガ4ノマさん、メガロバニア、メガロバニラ、え、なになになに、メガ4、メガロン、メガ4、メガロン、メガロン、メガロン、マカロン、マカロン、マカロン4つ、マカロン3つの、マカロン3つの、ノマ、ノマさん、ノマロン、ノマロン、ヌメロン、ヌメロンで知ってる、ヌメロン、ヌメロン、マカロン、ヌメロンって知ってる、ヌメロン、わかりますよ、ヌメロンやったことある、いや、ちょっと僕そんな頭良くないから、ヌメロンってどんなあれか知ってる、え、ヌメロンってどんなゲームか知ってる、え、あの数字のじゃないんですか、そうそう、数字当てゲーム、そうですよね、なんか3桁か4桁の、そうそうそう、当てるやつですよね、そうそう、あ、なんかもうやったことはないけど知ってます、あ、そう、そうそうそう、で、マカロンが何個だっけ、マカロン3つ、マカロン3つ3つ3つ、マカロン4つの、マカロン4つ、ヌメロン2つ、ヌメロンが2つ、うん、マカロンここにないな、ないよな、確かにないな、ここにはのマカロンないよ、飲食店か、ほな、うん、ほな飲食店行って、飲食店行かないと、やってるかな、マカロン売ってるとこありますかね、この町、この町にマカロンはちょっと聞いたことないけどな、聞いたことないなマカロンキューボ、マカロンキューボ、誰と喋ってる、いや、いや、あの、僕一人しか繋がってない無線ですけど、あ、そう、ちょっと待って、本当に分かんない、今の、目が、ちょっと待って、何個だっけごめん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 、メガ4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 、リーさんの無線って何番なの、メガ4、メガ4、ドン、はい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 、何でしょうか、リーさんの無線って何番なの、僕 0.6734、 0.6734、 うん、オロナミン C で覚えておいてください、え0.6734、 僕これいつも毎日あの一人でこれ繋いでるから、僕聞こえる、聞こえます、おはようございます、おはよう、リーさん、いいですね、こう無線から返事が聞こえるって初めてかも、そうなんだ、僕いつもこれで一人でこれから気切りますとか一人でずっと喋ってます、寂しくないのか、寂しくないと言えば嘘になるけど、まあまあなんだろうな、寂しいっちゃ寂しいかも、リーさん家族は、ないけど、家族みたいな人はいっぱいいますよ、この町リーさんは何しにこの町に来たの、何しにとか目的があって来たわけじゃなくて、連れられてきたんですよ、僕この町に、連れられて、誰に、なんか大きな鳥に首のとこつままれて運ばれてきたんです、この町に、全然会話できる距離じゃないですか、今、嘘は良くないな無線じゃないと話してくれないんですか、嘘は良くないな、リーさん、嘘は良くないぞ、リーさん、何ですか、大きな鳥につままれて連れてこられたのと、そうなんです、人を持ち上げるほどのでかい鳥っているか、そう、人、僕もともとに日本ってとこに住んでて、でそれで時給、うん、
自給自足の生活してたんです。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。だから僕この町に来て初めてその何携帯電話っていうのも知ったし、車っていうのも知ったし。え、じゃあ何、山に住んでたってこと？そうです、そうなんですよ。へえ。だから家族っていうのも知んなかったし。リーさんいくつ？いや僕わかんないんですよ、自分の年齢。なんでだ、そういう概念がないから。ただ日が昇って日が落ちてその日暮らししてみたいな。へえ。そうだ、自分何歳かわかんないんですよね。大体わかるじゃん。大体。いやでもな、そんなな、この町に来てから1年っていう期間を知りましたもんで、そう、わからない、大体わからない。でもそんな、大体わかるでしょ。そんなに若くはないんじゃないのかなと僕は、うん、考察はしてますけどね。へえ、うん。そうなんですよ。リーさんさ、はい。その山に住んでる時は食事はどうしてたの？あ、食事自分で取ってましたよ。え、虫食ったことある？虫はないかも。魚とかかな。サバイバルで虫食ったことないの？いや、魚とか取れたから。で、それで魚を取ってたら後ろから急にバサバサバサって聞こえて、うん、それでなんかすごい大きな氷に首のとこ掴まれて、ロスサントスに渡ってきたという次第であります。なるほど。私もサバイバルをしてたことがあってね。 あ、そうなんですか。うん。じゃあ虫は食べたこと？あ、もちろん。すごい。焼いて？蒸して？いや、生で。生で？まあ生でもあるし。え、じゃあヘビは？ヘビは食べたことありますよ。カエルは？カエルもある。うん。うまいよな。牛はないかも。あ、そう。うん。魚が多かったかな。へえ。うん。魚取れりゃいいけどさ。まあ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 。そこはちょっと。なんだっけ。そこはもう任してくださいよ、僕は。ジャパンだと川魚か、山だと。山だから、なに、マスとか。イワナとか。まあ、そこへのあんま詳しいとこは分かんないかも。魚は魚。ああ。ああ、なるほどな。そういう、だってそれを知るすべもないわけだろ。そう、さすが分かってらっしゃる。そうだよな。さすがですね。なるほどな。そう、全然分かんない状態でこの町来たもんで。うん。どんな見た目の魚かぐらいは覚えてるんだ。どんな見た目？あ、尻尾ありましたね。え、尻尾はあんだろうよ。尻尾っていうか尾びれだよな。あったな。目が2つで口が1つで。うんうん。いや、模様とかもあんだろうな。模様ですか？大体その模様でこの魚の面だとかわかるだろう。ああ、はいはいはい。ちょっとね、ちょっとなんかあのね。お腹のところがキラキラしてるやつは美味しかったですね。うん。そうで、どうしたんですか？何でもね。お腹のところが キラキラ光ってるやつは、キラキラ、大概キラキラだけどな。美味しい、美味しかった。あれは美味しかったな。ああ、そうか。なんていう魚だったんだろうな、あれは。大体キラキラしてるからな。大体キラキラ。あ、そうか。うん。大体、あ、昼間に見た魚は大体お腹キラキラしてたかもしれない。夜も撮ってたの？もちろんもちろん。うーん、だからか、夜は光ってなかった。あ、そういうことか。太陽の光が、あ、一つ勉強になった。なるほどね、太陽の自給自足ということは何？家畜とかも自分で育てたり？
いや、家畜は育ててないですね。でもなんかその何イノシシとか取ったり、おうん、そうイノシシ取ってさばいて、ジビエもできるんだ。できますよ。鹿は？鹿はね、鹿はすぐに逃げちゃうからあんま取ったことないです。ウサギとか。ウサギはかわいそうだからほぼイノシシですね。イノシシだったらかわいそうだ。確かに確かに、うん、そうですね。ウサギはかわいそうだからそれは完全な人間のエゴですね、うん、それは。リスは？あ、リスはあんま見たことないかも。本当にイノシシばっかり。日本の、うん、昔北海道だっけ？北海道なんかそういうとこあるらしいですね、うん、いやいや君、うん、あ、そっか日本からだけど分かんねえのか。あ、そうなんですよ。え、じゃあ何歳ぐらいの頃から山に住んでんの？もうあれです、物心ついた頃にはっていうやつですか。捨てられたってこと？捨てられたのかな。へー、そう、なんでしょうかね。僕のお父さんお母さんは今どこにいるんでしょうか。会いたいとか思わない？会いたいかな。話してみたい気はしますけどね。リーさんさ。はい、何でしょう。リーさんの生態って我々は知らんのよ。あんま生態？どんな生活をしてるのかという。あ、それはこの町でってことですか？そう。あー、なんだろう。なんだろう。基本人がいないとこいないとこですよ。人が嫌いなのか？いや、嫌いじゃないです。話すのはすごい好きなんですよ。うん、そう、好きなんだけど、なんだろうな、人混みが苦手っていうか。うん、なんだったら今日だって今衛星が飛び立って1時間ぐらい経ちますけど、うん、第一村人ですよ。あ、私？はい。へぇ、1時間で第一村人は早いですね。すごく早い。はい、4時間衛星飛ばしてて誰一人も会わない日もありますし、全然。なぜそんな生き方をするんだ？なぜそんな生き方をするの？なぜそんな生き方をする？うん、難しい。なぜそんな生き方をする？うん、何も考えずに生きてたらこうです。なぜそんな生き方をするってすごい難しいな。なんだろうな。自分に負担がない生き方してたらおのずとこうなったっていうだけです。それはなんだ、うん、昔はよくレギオンの近くにいたりしたろ。あの時はそのあれなんですよ、そのアパートがレギオンの近くだったから、うん、そうで、レギオンにいつも乗り物があったから、うん、レギオンの公園の方からレギオンの駐車場を双眼鏡で見てて、うん、人が少なくなった瞬間にレギオンの駐車場走ってって車乗ってそこから遠く行ってたんですよ。そうで、仕事で木こり始めて、木こりのとこに家買って、ここからはもう山積みですよ、ここは。うん、君の人生はすごいね。本当ですか？いやいや、みんなすごいでしょ、人生は。いや、君の選んだその人生はすごい。本当ですか？うん、リスペクトするよ。いや、そんなとんでもないとんでもない、まあ、ただ人見知りなだけなんで、僕は。人見知りね。うん、人見知り、うん、じゃあ、今君を殺して埋めちまったら死んだかどうかも誰も分かんないと思う。多分分かんないでしょうね。どんどん僕のことをみんなが忘れてくっていう。あ、いたな、そんな人みたいな感じ。そんだけでしょうね。最近会ってないな、うん、あの人はずっと山で生活してるからなってなっちゃうよね。なっちゃうかも。そうだよな。危ないですね、こんなとこで二人きりでね。そうね、私犯罪者だし。ですよね、うん、
そうですよね。そうだよ。危ないな。危ないよね。あナイフ持ってるし。ナイフ持ってるんですか。ナイフ持ってる。え、待って、僕今ね、うん、お守りだったらいっぱい持ってますけど、うん、お守りでそれどう、お守りでどうにかなんないかな。なんないな、多分。守ってくれたみたいな、お守りが。あ、刺してみて。刺し、あ、でも試すのも怖いな。ちょ、だから、持ってるよっていうの見せてあげただけ。ああ、はいはいはい。わかりました、わかりました。危ない。ごめん、リス。試すのかと思った。いや、しないよ。そんな、まさかね。いや、しないよ、そんな。じゃあこれ、はい、どうぞ。お、なんか見たことあるな、これ。健康のお守りです。食べれんだよな、これな。あ、これ吸えんのか。うん。え、もう、え、もう？え？もう吸ったんですか？うん、吸った。お守りを？うん。ちょっと、はい。ほら、健康のお守りです。ありがとう。うん、え、待って、もう吸ったの？ 2 個目？うん。なんや、はい、健康のお守りですと、うん、僕あと30回ぐらいだったらできますけど。いや別にいいよ。いや、困っちゃう、お守りがなくなっちゃう。守られなくなっちゃう、僕が。私、お守りとかそういうのないから。この神頼みみたいなもんだろ、それ。あ、そう、まあ、確かにそうですね、うん、ないからさ、うん、神頼みまあ神頼みもね、なんかね、なんか自分が都合がいい時だけみたいな、うん、そんなのありますよね。そうだろ。僕だって一生のお願いめちゃめちゃ使ってますもん。うん。誰に？神様に。はいはい。お願いって一生のお願い。明日から風呂掃除するから本当に一生のお願いって。で叶うの？あ、でも叶いますね、結構ね。叶うのかよ。叶いますね。あ、お腹痛いと思って、お腹痛いよ、一緒のお願いって、お手洗いまで持ってみたいなお願いすると結構叶うもんですね。それはもう完全にうんこ漏れそうな時のお願いやそう、一生のお願いか、手から出る気候を信じるか。いや、もうそれはもう完全にうんこの話や。いや、そんなこと言ってないですよ。あ、そう。うんうんうん。でもね、結構ね、一生のお願いは叶うかもしれない。それでも自分次第だと思うけど。いや、自分次第でどうにもなんないこともあるかも。何を言わされてるんですか、僕今。君は、あんまりここまでじっくり話したことはないけどね。前に昔レギオンでちょろっと話したね。あ、話しましたね、レギオンの。それもあれじゃないですか、クラフト大のとこじゃないですか。ああ、そうそうそう。ねえ、うん、久しぶりです。そうね、半年ぶり、もっとぶりかな。もっとだ、多分。もっとか。クラフト大のとこでしかうちらは会わないのかもしれないですね。だって君があのあそこのクラフト大を使ってたのはだいぶ前だな。そうですね、うん、あの時も花火作ってたかも。なるほど。今回も花火作ってますけど。それは何、依頼があるの？うん、急な依頼があってもいいように、この間在庫から何個か売ったから、うん、そう、在庫を今ね作ってるんです。いくらぐらいで売ったの？ね、打ち上げ花火のあのね、ノーマルとメガっていうのがあるんですけど、まあちょっと高いんですよね、うん、ノーマルってやつが1000万して。高っ。高いですよね、僕もそう思います。え、作るのにそんな金かかるってことか？かかんないですよ。え、メガってやつが3000万する。高っ。高いですよね。え、作るのにそんなかかんの？かかんないです。なんなの、詐欺やん。詐欺じゃないよ、騙してはないよ。なんでそんな高いの？いや、もう工程がすごいかかるんですよ、うん、そのメガの花火作るのには熟練度が 5万必要だし、うん、花火作るのには火薬が必要なんですよ、うんうん、でその火薬が作れるのが木こりしか作れないんで、うん、
で木こりで木を切って皮剥いで皮を木炭にして木炭を火薬にしてようやくそこから花火が作れるんですよ。すごい工程があるから。で目が4つとノーマル3つ。目が4つとノーマル3つ。そうそう、覚えててくれてるじゃないですか。覚えてるよ最初から。でも 目が4つ作ったらもう労働が終わっちゃったから ノーマル3つ作れないんですよ今。なるほど。そう、めちゃめちゃ大変なんで。まあでも3000万って高いですよね。僕もそう思います。じゃあめっちゃ金持ってんだ。持ってない、持ってないんですよ。それが持ってない。めっちゃ持ってるってどのぐらいから持ってるっていう考えですか。何億持ってんのじゃあ。いやめっちゃ持ってるっていうその境界線はどれぐらいからですか。何億持ってんのじゃあそれ聞いて、ああそんぐらいかってなるから。預金残高ちょっといくらか教えてみ。預金残高？僕の？そうそうそう、君。僕の使える預金残高ね。うん、違う、君が持ってる預金残高。いや、持ってるだとね、ちょっといろいろね、違うんですよ。何が？いろいろ変わってくるんですよ。何が変わってくるの？預金残高と僕が使える お金はまたちょっと違うんで。うん、だから預金残高なんぼなの？預金残高？うん。ちょ。僕が使えるお金でしょ。いやいや預金残高や。なんで預金残高を僕教えなきゃいけないんですか。いやいやいや何本ぐらいなんかなと思って。何本ぐらい、うん、それ教えたらどうなるんですか。僕別に何もない。何もない。うん、うん、どれぐらい全部だ。 10半ば億ぐらいじゃないですか。おーすごい立派だね。でも僕が使えるのは10億もないですよ。何なのそれ、使える使えない。なあ、あのね、その牧場をね何人かでやってるんです。おお、なるほど。そうで、それをみんなでその何お金を振り分けようってことになってて、うん、でそれを僕が持ってるんですよ。そう。でも誰もいねえじゃん。誰もいない。え、だって無線とかに入ってるもんじゃねえのそれ。いや、その牧場仲間は仲間で、そう違う仕事場があるから。うん、うん、なるほど。そうだから僕いつもあれですよ、この番号に本当に一人でここ2年ぐらい一人で無線入ってるかも。じゃあリーさんさ、はい、なんでしょう。なんかアタッチメントとか作れないの。アタッチメント？うん、武器の、うん、これですか。そう、ここのクラフト台ってこと。そう、ここのクラフト台、僕ね熟練度ゼロです。へえ。うん、そうするとさ、この熟練度、はい、君が持ってる熟練度、このテーブルによって違うんだ。そう、うん、そうなんですよ。クラフト台は4つあって、うん、その4つで、その毎回熟練度違います。僕ここマックスだし、ここの科学はマックスだし、ここ10のやつは僕は、ゼロで、その手芸のやつが1万あるかどうかっていう感じです。そう、そのクラフト台によって違うんですよね。なるほど。うん、もう僕は銃は持ったことないし、興味ないし、水鉄砲しか持ったことないです僕は。なるほど。うん、サバイバルゲームも一回も行ったことないし、ハンティングもやったことないし。じゃあさ、ここのレベルを上げても、はい、ここのやつしか作れないんだったら、うん、ここ上げる意味ないってこと。まあその人が何を作りたいかですね。その人が何を作りたいか。うん、僕は銃は必要ないから、うん、ここはもう全く作ってないです。へえ。もう熟練度がどんどん上がっていくと、その作るためのあの労働が減ったり、物を作るための価格がちょっとずつ減ってくるんですよこれ。なるほど。だから
ク連動が上がれば上がるほど一気に作りやすくなる。大丈夫ですか？え、今日今スナイパーで撃たれました？ちょ、危ない。くそ、どこだ、なんだ、ね、狙われましたよ、今。くそ。大丈夫だよ、リーさん。大丈夫大丈夫。今ちょっと周り見てるんだよ。ああ、ごめんごめん、大丈夫だよ。どこに上がる。危ないですよ。大丈夫大丈夫。え、本当ですか？本当に大丈夫だよ。もうスナイパー、多分あれですよね。狙撃されてたもん、多分。刺されてましたよね。危ない。サプレッサーの音聞こえましたもん、今。聞こえた？今サプレッサー。はい。私も聞こえたもん。危ない。この辺気をつけな、だから。はいはい。うん。なかったら店入れるわじゃん。あ、わかりました。じゃあね、リーさん。それじゃあまたー。